はい、どうも、続きいきましょう。フクロウの館ですね。正面玄関まで来ましたと。なので、あとはもうね、行くだけでしょうということで、闘志の回復してないと、まあ全然問題ないと。いやー、強くなってるね、強くなってるわ。僧侶がね、スケールグフにやられてるとか、おお、マジかよ。行ったそばから、しかもあとレベル経験値あと1じゃねえか、お前油断してっからよ。まあ抜きで行きましょう。もうめんどくさいもんね。ね、よし行こう。フォーミュラのね、父ちゃんももう見なかったことにしてね。またあいつみたいな、またやりやがったみたいな。もう日常生活の一部だから、もう気にしない、誰でも気にしないっていう。まあ魔法使いのね、悲しいとこよね、これは。あげて、まあ、特効薬もあげときましょう。戦闘中ね、使えないと困るんで。あ、そっか、回復薬がいなくなったか、そうするとな。ちょいちょい怖いっすね、そうなってくると。あー、でもちょっと不安になってきたな、不安になったな、これは。なって。でも半分来てるから、大丈夫だとは思うんすけどね。まあ実際、いてもいなくても、攻撃の面ではそんなに問題ないからね。補助よ、補助。問題は。ストレングスとかで強くしたかったしな、せっかく買ったのにね。やっぱり RPG で攻撃力を上げるってすごい魅力的じゃん。一つ、今武器持ってます。あ、まあ武器、新しい武器買いました。攻撃力強くなりました。さらにそっから強くなるってさ、夢があるからね。うわ、こんな強えのかみたいな、っていう。クラスが混乱してると、俺さ、こんなんぜやばいよね。ちょっとブローシャーあげとこうぜ。気合い。あ、でもちょうどいいかもしんないね。あー、弱いやつでよかったわ、マジで。ヘビーガンダムがクラウンナイトぶっ殺した時はどうしようかと思ったもんね、あれ。ちょうどマーク2と闘志で強い。一体一体で。素晴らしいね。一人混乱しても大丈夫だと。ガンガン回復していこう。傷薬草あったよね。で、使ってあげて、まあ、でも、いい感じになってきたんじゃないね。よーし。あとはボスが誰かっていうところよね。これなんだったらもう、構えるガンマーク2と闘志だけでいいんじゃねえかっていう。これ一発でしょ、絶対。まあ絶対か分かんない、一発でしょ。これも一発でしょ。下手にね、プラスとか気合やってブローシュとかね、まあブローシュはもう消費していきたいけど、ボスがどこにいるか、ここか。右は特になし。なんだろうね、これね。ちょっと待合室的な。あ、ちょっとこちらでお待ちください、みたいなね。ちゃんとしてるね。今まで宝箱とかだったもんね。これで回復してあげて、開けちゃうと多分変にボス戦始まっちゃうから、
行薬で回復して特効薬渡してあげて、あ、ちょっと待って、プラスが MP 回復がないね。じゃあ渡してあげよう。じゃあもうボス戦ですわ。もうボス戦ですわ、これは。さすがに。で、ブドウ臭特効薬、ブドウ臭特効薬。まあ一応大丈夫だと。大丈夫じゃねえな。そこまで大丈夫じゃなかった。これで完璧でしょ。傷薬、特効薬、ブドウ臭、特効薬、傷薬。よし、OK。開かない。開かない。じゃあ左で、しかもテレポート使えねえし、マジかよ。なんだよこれ。頼むぜ。どっかにスイッチあんのかな。でもなくない？一番最初に入ったとこを左側に行くのかな。だってもう一本道をね、ほとんど。で、ここさっき、まあ始まったところでしょ？また謎解きチックな変なやつか、俺。猛牛殺。ちょっとアイテムにも限りありますから。もう道間違えてるとね、本当に不安しか残らんのよ。宝箱。だよね。で、まあ食事どころみたいなね。強い。フォーミュラじゃやっぱ硬いんだね。ちゃんと硬いね、やっぱり。弱いって言ってたけど、硬いわ、普通に。じゃあ、やっぱり回復しとかないとねっていう。ここでね、長期戦で僧侶がいて、マインドヒールで回復っていう選択肢があるんだけれども、結局やっぱ死んじゃってるから、今、マインドヒールさ、買っといても使えない状態なわけよ。だから結局買わなくてよかったよねっていうことがね、証明されたっていう。で、一回奇跡の薬っていうのが4000金貨ぐらいでどっかに売ってたと思うんですよ。でも4000金貨使ってそれやりますかっていうね。また死んじゃうかもしれないからね。もう二度あったことはなんとやらじゃないけど、もう二度どころじゃないからね、そうよ、死んでるの。どこなんだろう。宝箱の上下は全部取りましたってとこだよね。やっぱりまあ最初に戻るしかないんかな。剣士が捕まってるって言ったから、剣士のところに先行かないとダメとかっていうことかい？そういうことかい？まあまあダメージはそんなに食らわんと。あ、ここじゃん。ここじゃん。え？あ？あ？え？ここか？ちょ待って、おかしい。ここかな？あれ、ここ来たと違うよね。ここだよね。ちょっと待って。似てる。あ、ここでいいのか。あれ？こう、ん？え、ここ、え？ここ来たとこ？違うよね。ここ入ってないよね。左上ぐわーって。今左から来たんだもんね、だって。ここでいいんかな。
あ、良さそうだね。よかったよかったよかった。ここか。よし、もう安心。で、上に宝箱あって、多分右行くと、ちょっと上行って行けるって感じで。いや、そこの扉さすがに開いてなかったらやべえだろって。え、じゃあそうすると、裏口入りました。1階、2階上がって、ここは3階ってことか。そういうことよね。3階だよね。で、一番上っぽくて、今の扉がボスですよっていうことか。2階、1階下がっちゃうと、大丈夫大丈夫これ。ああ、よかった。ガンダリウム2個ね。危ない。ちょっと待って。これちょっと、完璧に。なんか、またガンダムマーク2に1個だけとか嫌だからね。こと、よしよしよし。優しいね、構造が。やっぱりいいね。こういうのは優しい。で、左側のスペース。今いる左側のスペースが、ボスだと。これで開かなかったらやばいわ。まあ、やばいっていうか、また戻んなきゃいけない。銀門。いいね。すごい宝箱くれるね。ガンダリウムが今6、7、8個。プラス8までできるわ。誰鍛えようかな。これもね、また一つの楽しみっすからね。OK っす。金持ってっからいいんだよ。320金か。ほんと、そういうことだけを覚えるっていう、覚えていくっていう。やっぱ大人とかになると見るとこが違ってくるのかな。もうそんな気にしてなかったもんね、当時多分。お金いくら持ってるとか。まあ、こいつ全然金持ってねえ、落とさねえっていうのは覚えてるけど、なんかやっぱりプラス思考というか、それこそドラクエで言うとはぐれメタルとかさ、プラスプラスのやつは絶対覚えてるけど、全然金持ってないやつとか覚えてないみたいな。で、今もうね、なってくるとズサとか金持ってねえから、多分もう1年後ぐらいでも多分まだ覚えてんじゃねえかっていう。よし、行こう。よし、開いた。大丈夫ね。ちょ、待て、落ち着け。メガウォーター、特効薬あるだと。特効薬ブドウ酒ある。特効薬メガウォーター。大丈夫ね。オッケー、行こうぜ。うい。剣士を返してもらうぞ。いた、パラスアテネさんか。助けたければ力ずくで取り返すがいい。刀のサビにしてくれるわ。行くぞ。サビ。パラスアテネさん。ノーマル的なね、剣と盾を持ってる感じ。後ろなんか翼みたいな、ブルドーザーに使う、なんかよくわかんない、なんか後ろにね、なんかついてると。でもまあ余裕っしょ。行こうぜ。特に何の作戦もなくて大丈夫だ。力押しで今までも来てたから。いや、400通常戦闘だとね、闘志のダメージいくらとか出ないからね、倒しちゃうから。強いわ。弱いわ。もう楽勝でしょ、これは。違う。とにかくもう闘志の MP 切らさない。それ第一。お、いいね。回復の前にやってくれた。これが理想的なのよ。え、絶対回復が先っていうわけじゃないんだ。闘志やばい。それはやばい。HP は先なのかな。 HP は先回復っていうことなのか。あ、そうでもないね。闘志早いね。うわー、タフだな。闘志の3連発くらって立っていたのはお前が初めてだぞ。はい、お疲れ様でした。
経験値あんまもらえない、金ももらえない、あこいつも金もらえねえパターンで覚えちゃうな。ふ深く、いや深く、違う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 、実力実力、よし、オッケー、どこにいるとかは教えてくれない。まあ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 、そこら辺探しゃいるでしょっていう。あれ、あで、あれが扉が開くようになるのかな。あーこれ、あこれなるほどね、よーくできてるわ、よくできてる、そういうことざんしょ。連続お、おおいいじゃない、流れが素晴らしいね、流れができてるよ。闘志に連続攻撃させたらもうもうって、僧侶は倒れてるし、でさっきんとこ行くわけですよね。いや攻撃気合い、攻撃気合いで闘志早いね、素早さ、戦闘素早さはないけど攻撃素早さは早いみたいな。オッケー、で剣士がなんかいい情報を持ってるみたいな、そうそう、これで覚えたのかな、言葉を一つ、私のなんか転んでもただじゃ起きないのがっていう言葉あるじゃない、それを多分このゲームで知ったのかな。まあただ転んだだけじゃなくて、まあいいもん、いい、まあ情報とかいい価値提供しますせみたいなね、ちょっとしくったけども、で多分剣士が言ってくれます。そんとで、それで情報を得て、まあ新しいところに行くと、そういうことですな。あでもこれ優しいね、優しいわ、ちゃんとこのルートで階段登って、あボス戦いました、で新しいとこ行きます、でルートちゃんと従っていけば、あの一回あそこを扉開かないところ行かずに行けたってことよね。いや優しすぎるわ、なんだろう、優しすぎるのがあだになったパターン、優しさの向こう側ですね。起きて、まあ、正面行って地下に行くって感じか。ちょ待って、これで行けんじゃない。よしで連続攻撃で倒そう、いいね。やっぱり何回も戦闘していくと分かるっていうのがいいね、戦い方が分かってくるっていう。登場人物、そのキャラのレベルが上がるだけじゃなくて、こっちのユーザー側のレベルも上がるっていう、だそういうのも含めてレベル上げなんですよね。我々もね、プレイする側もレベル上がると、あこいつここでこれやってくるから、まあここはこうしといた方がいいなっていうのをね、わかるっていう。アクションゲームとかやっぱそうなのかな、格ゲーとか、まあどっちもちょっとね苦手なんですけれども、まあ今後ちょっとやっぱり増やしていきたいなと。格ゲーはやっぱ難しいかな、めちゃくちゃ弱いんですよね。アクションゲームかな、ちょっと頑張っていきたいなと、いければと。また違う脳みそ使う、頭の違うとこ使ってますよね多分あれって。いやもうなんかもうゴールだからさ、もう空いてるし、アテネさん、パラスアテネさん開けといてくれたじゃない、優しいじゃない、深くって言ってた。
ところで実際ちょっともう体いやすっげえ痛いっていうところで這いつくばって、でもあいつらのためにちょっと開けといてやろうみたいな感じで開けといてくれたのかな。ここで開けといてあげればあいつらもうちょっと俺に感謝するだろうみたいな。まあ感謝しますよ、そりゃするでしょ。でここっすね。あ、オッケーオッケー、勝手に使ってくれた。右、あ、いた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 、いいね、剣士、剣士っぽいぽいわ。であと学者さんかな。剣士を無事だったか、すまないドジっちまって。わ、出ました、転んでもただじゃ起きないのが俺のいいところだと。ブリティス城への入り方が分かりそうなんだ。それは本当か。あ、そこの学者さんが教えてくれたんだ、詳しいことは彼に聞いてくれと。でもさ、一緒に捕まってたまたま学者がいただけっていう。さあこれをいきなり大地の叫び、なんか FF でありそうなアイテム。使い方まずは月の塔に向かいなさいと。月の塔は離れ小島にあります。え、だから離れ小、え、そしたればあれか、月の瞳ベルトを近からあれもらったやつを多分どっかで使うっぽいかな。まあとりあえず出ましょう、出ましょう。月の塔離れ小島ね。で、あの賢者のじいさんかな、今は時じゃないみたいなこと言ってたじいちゃんがいたよね。違う、あ、剣士見てなかったね、そういえば。ちゃんとしよう。こうして、まあこうだろう。剣士はねプラスタイプですね。まあかもなく不可もなく補助タイプでいくと、そういう感じっす。いいね、なんか闘志僧侶剣士揃ってる。フォーミュラもちょっと嬉しそう。はい、剣士サポート、ほらサポート、おいサポートしますっていうね、もう名前からしてサポート。あー、159だからね、そんなにプラスより弱いと。防御もそこまでじゃないと。もうサポート特化ですから。まあ、でもいないよりか全然ね、全然ねっていうのもちょっと失礼だな、剣士な。全然いてほしい。多い方がやっぱ賑やかですからね。出ましたね。あ、でも大丈夫、もう僧侶いないから大丈夫っす。剣士は何だったかな、スカーレット、あ違う、それあれか、レッドウォーディアか。なんかね、レイピアみたいな感じの剣なんだよね、サポートソード。それをなんか斜めに上げて、顔もなんかちょっと斜めっぽくなってるんですよ、見下ろす感じで。まあまあ簡単に言っちゃうとイキリタイプですよね。こうしてこうしてこうと。出た、新劣化流星座、新しい劣化流星座。ちょっとせこいよな、名前が思い浮かばなかったのかもしれないね。やべえ、ちょっと必殺技わかんねえな。ちょっと父ちゃんからもらうかと。父ちゃんからもらうかと。ああ。新劣化流星だ。とりあえず、新つけときゃ問題ないだろう。問題ないのか？だから技気合がちょっといまいち。でも、いやこれそもそも劣化流星山そのものがちょっとあれですから、まあまあ仕方ないんじゃないんですかみたいなね。いや僕のせいじゃないみたいな。え、安くなってる？あれかな、名声が結構上がってきたからかな。20枚安くなってる。オッケー、
これでまあまあ揃いましたよ。スケールグフの尻尾振り回しさえ来なければまあまあいけるでしょうと。でかなり鍛えたい。プラス8だからね。とりあえずもう闘志ぶっ込むでしょう。闘志ぶっ込むと。デストロイドアックスですか。あら、オラにはこれ以上のレベルアップはできんぞ。なるほど。あー、そっか、プラス7までか。今プラス7までですね。ちゃっかりマーク2もプラス7になってるのね。それかこの鍛冶屋がプラス7までしかできないか、どっちかですね。僧侶の防御上げようよ。ちょっともったいないっていうのも僧侶に失礼だけども、死んじゃうとやっぱりね、なんかダメよね。これ3個使いました。4つ使いました。これプラス7でしょ。これのねプラス7が今やっぱり6じゃねえか。7が最強だと思うんで、いやもう鎧で。いや、フクロウアテネ、パラスアテネさんマジいい人だわ、今から思えば。剣士鍛えます。鎧、まあ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 、これでもう全部使った？わからんな。ちょっとマーク2、いやフォーミュラかな。鎧いけます？よし。ちょっと体調の防御、今回防御寄りでしたね。結構鍛えましたね。よし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 。まあ、フォーミュラもどっちかっていうと法上、わあ、プラスがちょっと、まあまあまあでもいいでしょう。こんだけありゃまあまあ、あ、僧侶もまあまあまあ同じぐらいになったと。よし、オッケーオッケーオッケー。バランスよくいこう。バランス大事っすから。ちょ、アイテムで、アイテム持てなくなるとちょっと嫌だったから。いや、金貨随分減ってねって思ったけど、そりゃそうだよな。今ガンダリウムでめちゃめちゃ鍛えだからね。大地の叫びもらったんだけど、ちょっとどう使うかがわからんと。特攻、なんかもうこんぐらいでいい気がしてきたね。一人一つ開けといた方がいいような気がする。まあまあこんな感じで。いや、贅沢な買い物しましたね。よっしゃー、よっしゃーと。あとなんか情報、あ、学者、ここの父ちゃんかな、ここかな、違うね。あ、いや、父さんたら今度はフクロウの館を調べるんだって、帰ってこないんですよ。いや、もう全部俺宝箱を取り尽くしたけど、ここは変わらないと。まあ、じゃあ、情報変わらんか。賢者のとこ行ってみますか、一回。はい、行きましょう。鍛えたからこっちは。攻撃いけるよね、もうね。いや、これはこっちでいこう。まあ、ダメージ与えると倒すと。いいね、なんか通常戦闘もなんかいいじゃない。いい
いね。テンポがいい。よしよしよし、そうで上がった。チワ。ああ、言っちゃったけど。なんか、左上怪しいよね。離れ小島って言ってたけどね。全然違った。つながってる。そうしましたら、一旦、多分っていうか、これっていうか、誰でもわかると思うけど、これ使っ、ダメだね。使って、違います。これ使うと思うんですよ。月の瞳。で、なんか、ふわーっていう道ができて、そっから月の塔行くみたいな、そんな感じだったと思います。まあ、ちょっと探索、ここの大陸探索します。はい、次回探索から始めます。テッシーでした。失礼します。